最初はグーじゃんけんぽい、はい、そちらからお願いします。オープンザフラッグ、じゃんけんが勝ったの楽しかった。俺が勝ったのドラゴンワールド、はい、まだ誰が勝ったか見てなかった。ジャージャンだったら、うん、はい、今隣にマナちゃんがいます。誰だ？変な説明が。はい、どうぞ。最初に。はい。はい。先ほどと同じ。嫌だな。ちょっと待って、でもゲージ破壊とか。いやいやいや、互角、ありますね。ありますね、ゲージ破壊。あるのか。入ってるかどうかまではちょっと言えませんが。今回は、まあ、さっきと同じ布陣できます。1段目は。はい、やめて、はい、見て、マナちゃんやめて、そのパンパン音うるさい、やめて、ハンドドス、はい、ドローフェイズドロー、チャージ、うん、それでバシャーって水がね飛び出た時にはね、チャージ&、いやごめんなさい、こっちじゃない、こっちか、チャージ&ドローです、はい、でははい、最初にライフを1支払って、はい、ヘブンズサンシャイン、はい、こいつを破壊したいです。あ、じゃあこれに対抗して、まあどっちか選べるんですけど、はい、まあ一応センター選びます。了解です。破壊対象変えることできますよ、ね、あ、変えます、変えられませんね、これは変えられないです、はい、でも破壊はしたので、はい、じゃあ、はい、1回が効果が、はい、破壊されないで、サイズ2を破壊したので、はい、サイズ2をデッキからコールします。なるほど。じゃあ早速新カード、これを五角の継承者ドラム、はい、でシャッフルが後なので最初にコールコストとしてこのデッキトップをソウルに入れてゲージを1払います。あ、難しいですねそれ。正しい処理、そう、正しい処理はこうしないといけないですね。サーチした後そのまま上を行ってってことになるの。そうなんです。だからシャッフルしちゃうと自分がデッキトップを落としたくないやつが、うん、あるんでしょみたいなことを言われてしまうので気をつけないといけないところ。難しいね、まあ、そこまで言う人も珍しいけど、はい、でもきちんとねやっぱりやらないと。わかりました。今デッキからコールするとき結構処理むずいぞ。そうですね、俺あんま気にしてなかった。カードの種類自体ですけどね、はい、今回はシャッフルが後なので、はい、はい、最近のバリラは白の色が違うっていうね。さっきの闇ゲートも近かった。うん、そう、紫白だと。で、ライトに五角気流の弟子砂上の破軍をコールします、はい、これは新規ですか。はい、ダメージ受けた時に1ライフ回復して1ゲージ増えます、はい、あら、はい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 、あ、ドローがなくてよかった、はい、もうドローがあったらハーって言うから。ドローはないですね、さすがに。で、ゲージ1プラス回復とゲージですね、はい、はい、で、これかな。じゃあ、五角竜拳オーガを装備します。ゲージ1を払って、はい、ダメージを1受けます。はい、で、はい、6になったので、はい、これとこれの効果が誘発します。はい、まず、こっちの効果で1、はい、あ、ごめんなさい。こっちから解決しないと。はい、ライフが、はい、6以下の時にダメージを受けると、はい、1枚場のモンスターを破壊する効果が出ます。はい、これは受けて6になった、そういうことです。時も発動します、ね、そうです。で、こっち先解決しちゃうとライフが回復しちゃうので、はい、そうですね、はい、なので、はい、破壊効果を選択して、はい、あとライフ関係なく2回攻撃与えることもできるっていうやつです。ダメージ受けたら、はい、でこの武器が、まあ、受けるコストになってる、ね、そういうことですね、はい、じゃあ忍者の方をこっちの両方忍者だ、はい、はい、破壊してこれの効果でライフを1回復してゲージを1プラスします、はい、で、あ、なんか強そうだな、はい、これでバトルに入ります、はい、守備が3000ですか。そうですね、3000じゃ仕方ないので6000でアタックします。はい、はい、受けました、はい、2点でアタックします。受けた。3点でアタックします、はい、あ、これ2回攻撃じゃなかったです。あ、これ2回攻撃をつけられる、あ、なので今回つけませんでした、はい、はい、でターン終了です、はい、ドロ、まずいな、非常にまずいな。ちょっとチャードロ考える前に、はい、ドロップもうまくないな。
考えますな。はい、これはこれ残すでしょ、これ残すでしょ、そうなるとこれになっちゃうな。チャージ&ドロー。ねえねえ、じゃあ、うん、ゆっくり持ってって。ああ、どうしよう、きつい。コール。はい、あ、じゃんけん、はい、コール。はい、登場時ワンドローです。どうぞ。ああ、お前がここで来たか。守備は5000ですね。うん、こっちが3000です。ああ、違ったな。おっと、これをセンターに置きたかった。ああ、なるほど、逆でしたね。うん、今引いたのがこれだったから。あ、そうか、それは無理だ。だからこうしてこうしてだったら。ああ、なるほど。ただね、モンスターが引けない可能性も十分あったんで、そうですね、これはしょうがないです。でも3番か。で、アタックフェイズ。どうぞ。この2回攻撃やるやつを残すのは怖い気がするんだよな。うん、はい、それも5000あるんですか。じゃあソウルガード、はい、でここで行ってみよう。はい、はい、受けます。お、通った。でライフ通すのかな。ただこれがライフプラス。そうですね、1回復します。いや、忍者らしくこれはバノアードを取りに行く。了解です、やられました。はい、エンドです。はい、スタンド&ドロー。うん、どうしたの、マナちゃん。ドロー。レナ、え？え？お姉ちゃん。俺のプライベート空間に行ったの、もしかして。やめて。いやー、あまり良くないですね。あ、今モンスターを散らしたの正解だったかな。正解かもしれないですね。じゃあ、こういう使い方じゃないんですが、これと、ブーメランドラゴン。なるほど。なぜ入ってるんだって言われちゃいそうな弱いやつですね。でバトルに入ります。はい、はい、ブーメランドラゴン3000でセンターへアタックします。はい、じゃあ一旦一度じゃんけん。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あ、負けました。カキン。はい、でも、カードのバトル終了時手札に戻ってライフがプラス1されます。はい、そしたら砂上のハルンでセンターへアタックします。センター、そこはしょうがない。はい、プレイヤー3点。受けた。出ました。はい、ターン終了です。あ、よかった。残念ながらドロー。よかったな。これはですね、はい、まあ手札の悪さよ。これそうだな、こっちになるな。チャージ&ドロー。はい、きついな。しかしいいぞ。ドロップは、はい、はあ、うまくねえな。こうするしかないか。コール。はい、あ、はい、なるほど。また固めるしかない。2回攻撃されるかも。で、1,2,3,4,5,6。まあ、どの道決めにいけするないな。決めという言葉が出ちゃう、ここで怖いっす。アタック、アタック。じゃあですね、はい、そこで、はい、ドラゴンシールド竜王の盾、はい、1ダメージを受けて攻撃を無効にします。なるほど。その後この2つの効果が誘発して、はい、これで1回復8、はい、でこれで回復9 で、なるほど、1枚チャージします。粘り強い。粘りますね。ここだ。まあそうですよね、やられます。2点くらいます。じゃあ単一のじゃんけん効果。はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、グーでしょ。勝ちました。あー、ダメだ。よかった。エンド。はい、あー、もうやばい、もうやばい。スタンド&ドロー。あー、こっちが来るのか。いや、参ったな。どうしたらいいんだろう。いや、こっちもちょっとモンスターが来ないですね。いや、俺もですね、いけないな。チャージ&ドローモンスター。あ、来た。来ましたね。合格の継承者ドラム。ゲージを1払って埋めたのがこれだったんですよね。うん、これを上に重ねたかった。あ、なるほど。はい、でもモンスターいなかったから、はい、仕方なかったですね。なるほど。これでは、うん、これしかないかな、方法は。そうしましたら、はい、メインフェーズにドラゴ根性、はい、1ダメージを受けて3点回復します。だから差し引き2点回復して、復、はい、これとこれの効果が誘発して、さらに1点これでまず回復します。はい、それから、ドラムに2回攻撃を与えます。2回攻撃の方、はい、
これでバトルに入ります。はい、こうなりますね。はい、ひどい。センターアタックやられた。はい、時両サイバー今更それはまずいっすね。やられます。ソウルを抜いて破壊ですか。そうですね。いや、まずいっすね。止まった。はい、じゃあプレイヤー3点しかしなかったですよね。打ちたかったここまでいけたのか。はい、残念でした。あ、複数回攻撃だからこれとも合うんですね。はい、3回攻撃すれば打てるので。いやー、俺なんか回らなかった。どっちが勝った。うん、俺もね、なんか回らない時に立ち回りも俺ちゃんと考えなきゃな。もっとやれることあったはずなのに。もうなんかちょっとミスプレイがあったような気がします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが